子供が嫌いな食べ物があった時あなたはどうしますかはいどうもこんにちはライフスキルコーチのミスターオカッチです。親も子も楽になる緩める子育て始めていきたいと思います。今日のテーマは「自分はダメ人間」「子どもの自己否定をなくす言葉22」というね、えー、感じであのお届けしていきたいと思います。 えー、いや自分で読み上げたんですけど自己否定してたなーってどうですか皆さん自己否定してますいやしてますってなんかこうしてますってこう明るく明るくというかなんかこう語りかけるように言うてるけどいや僕はしてたんですよ。 いや僕は、えー、自分なんかダメやと思ってたし、努力しても結果は出ないと思ってたし、どこに行っても嫌われると思ってた。どこに行っても役に立たないし、社会に出てもいい大人になれないと思ってた。だから未来への希望もなかったし、ねえー、本気でやることもできなかった。だって、本気でやってみてみ本気でやったら、あの本気でやらんかったから失敗したとか、本気でやらんかったからうまくいかんかったという、なんだろう、こうお守りというか免罪符がなくなるんですよ。もう言い訳できませんよ。 自分という人間がどれだけできないのかっていうことがもう世間に知られてしまう。それだけはあってはならないこと。だから本気でやらないんですよ。本気でやらなかったら成長しないんですよ。うまくならないんですよ。勝てないんですよ。結果が出ないんですよ。その自分を見て、ほら、やっぱりうまくならへんやろってなって、また自己否定が入る。っていう悪循環がね、ぐるんぐるん、ぐるんぐるん、ぐるん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 ,ぐるん、高速回転してましたよ。毎日。 そんな状態で毎日を楽しめないし、自分のことを好きになれないし、えー、好きなことを見つけても、やってみようと思えなかった。まあ、これがね、自己否定の負のループですよね。やっぱ自己肯定感が大事だよねって、この前のね、前の前の前ぐらい、だいぶ前に <laughs> 話しましたけど、ね、それはもう言うまでもない。自己肯定感っていうのは、もう人格の土台中の土台の部分にあり、その自己肯定感という土台の上に、い、え、ろ、ー、んな学力とか、 ねえー、そういう非認知能力っていうのが積み重なってそれで、えー、一つ一人の個性として社会で自分の力を発揮できるということですねなので土台である自己肯定感を高めることは大事だけどだけどその自己肯定感を高めようとしてるんだけどその根底にね自分を否定する自己否定の種というか種がこう、ね、植え付けられてそれがもうこう、えー、なんかこう花咲いてる状態もう根っ こうねもう張り巡らした状態ね、自分の潜在意識にね、根っこがもういろんなところに張り巡らされて、何かやろうと思ったら、やめといた方がいいんじゃないとかえ、うまくいかないんじゃないみたいな感じでね、えー、<laughs> あの自己否定していると、やっぱり自己肯定感で高まらないですね。やっぱ自己,否定こう自己肯定感を高めるためには当たり前ですけど、自己否定をなくすことが大事だと。 いうこと否定的な考えとかそういうふうな,なんだろうな自分なんか無理だっていうようなそういう頭の中で、えー、響いてくるセルフトークっていうんですけどそういうのを、えー、緩めることが大事だということでそういう否定的な考えとかセルフトークを緩めることで自分がやりたいって思ったことに一歩踏み出せるようになりそして自己肯定感が高まるから、えー、自分って素敵やんっていう感じでね毎日を楽しく過ごせるんじゃないかなとそして本来の子供らしさが発揮できるんじゃないかなというふうに思ってます。 ということで、えー、今回は子どもの自己否定をなくす言葉、どのような言葉を投げかけたらええねんっていうところをね、えー、22個紹介していきたいと思います。えー、いつもながらね、えー、ゆるりと聞いてください。家事しながらとか、これテレビにつけておいて、テレビの、ねこうあのー、画面にこのスライドを映、ねえー、しながら家事とかしたり、洗濯物をたたむとか、えー、散歩しながらとかでも OK です。 ねえー、お気軽なリズムで、あのー、聞いていただけたら楽しんでいただけたら嬉しいです、えー、この番組では子育てのイライラや自分攻めを緩めるコツや子供を自立させるコツを紹介していますチャンネル登録よろしくねもう今ポチッと押していただけたら大変嬉しいですよろしくお願いしますはいそれではもう早速紹介していきましょう1つ目泣いてもいいよどう これれ泣いてもいいいててもよって言われた子供の時に。いや僕男の子だったからさ泣いてたら男の子のくせにとか男の子のに泣くなお兄ちゃんでしょって言われるんですよね。ということはね泣いてはいけないんだっていうことが植えつけられていきますよねその泣いてはいけないっていう種が植えつけられていくそれは言い換えれば感じたまま感じてはいけないんだってことなんですよ。 自分が感じたように表現してはいけない。それを見せてはいけない。隠しておかないといけない。ね、その感情を否定する。気持ちを押さえつけるということは、これ自己否定なんですね。感情っていうのは自分そのものなんですよ。自分そのものが感じたこと。それを肯定できない。認めることができない。世に出してはいけない。これが自己否定なんですよ。ね、なので、なので、感じたまま表現していいよねとねいや。表現するっていうのはすみません。表現するっていうのはもちろん工夫が必要や。 でもその工夫っていうのは練習しないと身につけられんよね。相手を傷つけないように自分の本音を伝える。これ大人でも難しいことや。な子供でも練習が必要なんですよ。なので、ステップ1は感じたまま感じるですよ。まずはそこですよ。感じた気持ちを抑えつけるな。抑えつけろじゃないですよ。泣いてはいけませんじゃなくて、泣いてもいいよ。感じたまま感じていいよ。それがあなたの気持ちなんだから。 どんな気持ちも大切な気持ちだねっていうメッセージを伝えることこれが、えー、自己肯定につながっていくんですね自分が感じたまま感じてもいいもちろんそれをどう学校でどう表現するのか友達にどう表現するのかっていうのは工夫が必要よね イ、えー、イライラするむしゃくしゃするって気持ちをそのまま、えー、感情としてぶつけたらやっぱり相手もむしゃくしゃするしイライラするしけ、まあ、喧嘩になるし、まあ、そもそも喧嘩は悪いことではないんだけども、まあ、それはちょっと置いといて、えー、とにかく感じたまま感じるっていうことはファーストステップだよねと。 でその後にどう工夫するのかってそのだいぶ後のステップですよ。小学5年生とかも、まあ、もちろんね、えー、年齢とか学年とかは子供によって違うけれども、ね、まずは感じたまま感じる。自分とつながるっていうのがファーストステップ。そういう意味で、泣いてもいいからね、悲しいんだねって、子供が感じている気持ちに共感してあげるということ。これはとても大事なことなんじゃないかなと思ってます。はい、ちょっと水飲みましょう。2つ目。 休んでもいいよ。ねどう思います休んでもいいと思いますかまず自分に対して思える自分は、自分のために休んでもいいですかどうですかしんどいとき、無理しないといけません無理して家事しないといけません送迎しないといけませんわかります。お月謝払ってるし、私がね、送迎できへんかったらもったいないやんとか、私が休んでたら誰がね、家事するのとかね、ワンオペ状態で。 周りにた助けてくれる人もいない、ね。休んでもいいよって思えれたら楽だけど、そういう状況にないのよっていうのも分かります。わかります。どうですか休んではいけないって思ってませんこれですね、これすごく大事なこと。あのね、人間っていうのはずっとね、走り,走り続けることできないんですよ。あの人生で長距離走じゃないですか。マラソンですよね。短距離走じゃないんですよ。 100m 走るぐらいのあのトップスピードを走り続けることできないんですね休まないと自分の力を発揮できないんですよねそうなんです自分の体をメンテナンスしないと壊れてしまったら直すのに余計時間がかかるんですよで考えた時に休んだ方が逆に効率がいいんですねそうこれは子供にも同じなんですよ 子供にも休んでもいいよっていうメッセージを伝えてあげること、えー。休むっていうのはスキルなんだと。生きていくためのスキル。この社会で厳しい世界の中でね、生き抜くための大事な大事なライフスキルなんだということをちゃんと教えてあげること。これすごく大事。どうやって教えるのかまず自分が休むなんですよ。まず自分が休む。もちろん家事がうまくできへんこと、休むことで掃除ができへんとか、ね、料理も手抜きになってしまう。あるかもしれない。それでもしんどかったら休みましょう。違いますか ね、冷凍食品でもいいじゃないですか、ね、もう最悪最悪というかもうあのいやそういうしんどい時のために作り要求をしといてもうそんなのやってんねんってわかるもうんなあんた何がわかるのっていう、ね、声も聞こえてきますでもとにかく休んでください何としてでも休んでください、ね、としどうやったら休むのかっていうことを考えてくださいどうやったら休めないの休めないの事情はわかりましたわかったあれ今こういう状況にあるから休めないんだ助けてくれる人がいないんだ忙しいんだわかりました じゃあどうやって休みますかどうやって時間作りますかそれを考えてください。何としてでも。で、そうやってしんどい時には休むっていう姿を見せること、見せることが本当に子供に、あ休んでもいいんだっていうメッセージで伝わるんですね。で、プラス子供にもしっかり伝える。ね、しんどかったら休んでいいよ。疲れてるのかな今日やめとこうか、ね、ちゃんとその子供の体、体を整えるってこと以上にね、大事なことはないです。 はい、特に小学校までの間においてはね、体を作るということ、ね、えー、簡単に言ったら、早寝早起きです。早寝早起き、朝ごはんをしっかり食べて、そしてよく動くということ、運動するということ、それで体,体の機能を整えていく、作っていく、これ生命力ですね、そこの部分をしっかりと整えることが大事、で、整えるためには休むことが大事、これ筋肉を鍛える時もそうです、ずーっと筋肉筋肉を鍛えるバーベルでね、運動してても、筋肉は大きくならないんですよ。 しっかり運動をして、しっかり食事をして、しっかり眠ること。これが筋肉を大きくするために大事なことね。腸、えー、回復とも言われてますけど、しっかり休まないと腸回復が起きないんですね。起きない。なので、休んであげる。体の機能を作るというので休んであげるで。小学生においては、までにおいてはね、特にまでです。小学生も含めてですよ。あの体を作る。脳みその状態を整えること以上に大事なことはない。そのためには、ぐっすり眠る。 ね、しっかりご飯を食べる、そして運動をする、これが大事なんですよ。でもストレスが溜まっている、不安,不安が、ね、ある状態、緊張状態では食欲が湧いてこないんですよね。体を動かしてなかったら眠くならないんですよそう。そういう意味でしっかり運動して安心できる状態でいつでも休んでいいよっていうメッセージを伝えながらね、えー、体の機能を作っていく、ね。体調が悪い状態で自己肯定しろって無理な話なんですよ。心と体はつながってるでしょ。ね 体がしんどい時、頭が痛い時って不機嫌じゃないですか。気分が悪くなるでしょなので、体調を整えるってことは、子供の気分を整えることにもつながる。体を作ることにもつながる。そして、それがひいては、自己肯定にもつながっていく。はい。休んでもいいよ。伝えてあげましょう。そして、3つ目。失敗してもええでー。 これも10、10個目のやつと今パッて見たら近かったな。間違ってもいいよ。近いけど、まあ、大事なんでね、2つも同じ意味やけど、まあ書いてますよ。はい。今気づいたんやけど。はい。失敗してもいいよ。これね、言ってます。おかっちはかなり積極的に言ってます。あのー、これ、初めやから失敗すると思うよ。でもそういう失敗してもいいよって。先に予測してあの、先にあの未来の状態を伝えておくんですよ。ね。えー、かく、あなたは失敗するよって。 伝えたいこれもね、まあ、あのー、口頭テクニックなんで、その失敗するよ、失敗するよって言われたら,ゆる言われたら、ね、失敗のイメージがついてもやりたくないって子もいます。なのでね、これはちょっと状況を見ながら使うことは必要だけどあの、さっきの失敗するよっていうのはね、でも失敗してもいいよっていうメッセージは、あのー、 オッケーだと思います僕はこれは結構使いますね。で、ね、ある子供がね、小学6年生の時に、うちのスクール、卒業する時きかなおかっちが、おかっちがね、年長さんの時に言ってくれた、失敗してもいいよって、間違ってもいいよって言ってくれたことを、ずっとずっと覚えてると。それがあるから、なんか、失敗が怖くなくなったって言ってくれた子もいて、めっちゃシンプルやけど、聞くんやなって。 失敗しててもいいいよっていうメッセー何で,で聞くのかって思うと言葉はシンプルやけど僕自身が失敗を見せてるからやなと思ってて、まあ、これね結構すべてに繋がるんだけど言ってる言葉と自分の行動っていうのを一致させることで、あのー、言葉の威力っていうのが強くなるんですね。 重みが強くなるんですよ。言ってることとやってることが違うかったら信じられないし、あこの人口だけやーってなるでしょ、なるでしょ。なので、あの言ってるメッセージ通り完璧にできなくてもいいけど、そっちの方に近づいていくっていう方向を見せていくこと。これすごく大事なことだと思います。つまり失敗してもいいよっていうんだったら、自分も失敗するということ。失敗を隠さないし、失敗を恐れずにやりたいと思ったらやってみるということ。そういうことですね。はい、4つ目。 寄り道してもいいよ。ああ、これ寄り道したら怒られたねー。なあ、特に僕はね、行ったり来たり、えー、進んだり戻ったりするから、ねー、もう本当に、大ちゃん、何してるのそっちじゃないよ、こっち何回言われたか。そっちじゃないよ、こっちっていうの、何回言われたか。ね大ちゃん、走らないこれも言われたなあ、もうさーと走っと走っちゃうんですよ。もう何回迷子になったか、ね。東京ディズニーランドでも迷子になりましたよ。 6年生の時 <laughs>、6年生の時に迷子ですよ <laughs>。もう自分だけさーっと走っていっちゃって、あちゃうわ、あのチュロスを買い,買いたい買いたいって、チュロス絶対不思議って言ってね、夜のパレードですよ。もう7時ぐらいです。暗くなってる時にチュロス欲しいって言って、もうしゃーないなって1000円もらってチュロスを買いに行ったんですよ。買いに行ったけど、もう帰る場所がどこかわからなくなって、そゃそうですよ。パレードやってるもん。人いっぱいいるわけじゃないですか。ワンサーカーいる中でね、<laughs> 戻れるわけないんですよ、僕が。 ね、もうだって、池島もうチュロスのことしか考えてないじゃないですか。どうやって行こうって、その道をねあ、こうやってこうやって行ってって、いうそんな目印もつけてないし、ねチュロス、チュロスのことしか考えてないのに、チュロスをゲットした後、帰れるわけないじゃないですか。ねまあ、そんなこんなで迷子ばっかりしてたんだけど、まあね、そうやって寄り道するってことは僕はすごく大事なことだと思います。ねあのー、人生っていうのは早く進むことがゴールじゃなくて、楽しむことがゴールだと思うんですね。 そうですよね早く進むことが人生においてゴールではなくて人生を楽しむこと楽しんで進むことが僕はゴールだと思うんですけどどうでしょうかまずここはどうでしょうか違うっていう方はもうあの切ってもらって OK です僕はそう考えてるから早く進むことではなくて楽しく進むことなので、えー、誰よりも早く進まないといけないとか ねえー、なんだろうな、えー、1分1秒でも早くではなくてねいや、もちろんね、待ち合わせがあるとかあ、もうあと30分後に試験があるっていうね、そういう状況はあるよ、あるんだけれども、ねえー、基本的にはもう寄り道してもいいよってスタンスでい,いいんじゃないかなと思うんですよ。これは実際の帰り道っていう意味でもそうですよ。えー、家から帰る時もも、ういつもと違う道帰るとか、えー、子供が帰りたい道をちょっと使ってみるとかいうこともそうだし、もっと広い意味でも寄り道する。 ね、今、例えば漢字ドリルやってて、あちょっと違うことに興味があるんやったら、ちょっとそっちをやってみるとかね。そういうことも含めて、ね、あ今、今漢字ドリルの時間でしょとかね、言いたくなるんですよ。ちゃんと集中しなさいは言いたくなる。でも、その寄り道してるときにね、寄り道するっていうのは自分でそっちの道を選んでるってことでしょで直感が働いて、なんか楽しそうって、なんか面白そうって。自分が興味を持って動いてるってことじゃないですか。これ、自主性であったり主体性ですよね。行動力が育まれる。ね でそこで発見したこと、面白いことを見つける力、ね、人生を面白がれる力、いろんな力、非認知能力が高まるんですね。寄り道しているときに。早く行く、もちろん早く進める、早く進むために、そして競争に勝つためにどうしたらいいか。これももちろん、ね、社会で生きるために、稼ぐために大事なスキルの一つです。でもそれと同時に寄り道しながら、自分が面白いと思ったことを見つけること、で見つけたことをどうなっているのかって探求していく力。これも、 大事ななライフスキルなんです、ね、そうですすねねそうよはいなので、まあ、基本的に早く進まないとではなくて寄り道してもいいよっていうスタンスで関わるのはどうでしょうかはい5つ目「あなたが決めていいよ」ねえ これね、前にも言ったかもしれん。まあ、ほとんど前にも言ってることを何回も繰り返してるような、まあ、ラジオなんですけどね。これはね。あなたが決めていいよっていうのは、まあ、いわゆる子供に任せている。子供のことを信じているということですよね。信じてもらえると、やっぱり自己否定っていうのは消えていくよね。あ、信じてもらえた。大切にしてもらえた。僕は信じてもらえるに値する人間なんだ。そう思うと、やっぱり自己肯定感が高まっていくよね。そういうこと。任せるということ。 選ばせるということ。決めていいよって許可を与えるということね。で、あの人間の幸福度っていうのは、幸福度っていうのは、自分で決めたかどうかっていうことに大きく左右される。こんなデータもありますよね。自己決定力。そう。年収がどれだけ多いとか、イケメンと結婚したかそうでないかとか、そういうことではなくてね、えー、自分で決めたかどうか、自分がその決めたことに納得しているかどうか、これがね、あの人生の幸福度に大きく影響してるんですね。 そたとえ大金持ちになっても自分がその人生に納得してなかったらそれが誰かによって自分,で選べ自分で選んでなくて自分で決めてなかったら納得できないんですねだから幸福,度をあんま幸福感を感じられないんですよ だから、ちっちゃいうちからね、子供を幸せにしたいんだったら、子供にできる限りたくさんのことを決めさせる。もちろんもちろん、親にも都合があって時間がある、限られた時間の中で大丈夫です。全部が全部決めさせてたら、前に進まへん。ね、えー、生活ができないから、全部子供のペースで任せてたらね。なので、えー、ここは決めら任せられへんけど、ここは OK っていうラインをちゃんと引いてね。 決めていいよ子供に決めさせる機会を作る子供が決める機会を作るというのは大事なことなんじゃないかなと思いますはい次行きましょうか次はこれやな6つ目1人でで遊んでもいいよどうでしょうか ね親御さんとしてはみんなと仲良くしてほしいとかたくさんの子と遊んでほしいとかなあの協調性を、ね、身につけてほしいとか集団生活の中でうまくやっていってほしいとか、ね、いろんな考えがあると思います。それははねなぜ僕たち私たちち私やっぱ人間関係で悩むことが多いから ね、ちっちゃいうちから人とのコミュニケーションであったり、ね、協、えー、調する心っていうのを身につけること、これがやっぱりあの幸福度に影響するんじゃないか、社会でうまくやるために大事なんじゃないかって、ね、思ってしまうんですね。いや、もちろんそうですよ。コミュニケーション力が大事だし、協調性も大事です。間違いないです。ただね、それと同時に、同時にね、えー、一人でやりたいと思ったことを探求していく力。 これもすごく大事なんですね。自分で問題を見つけて、問題を発見して、どうやったら解決できるんやろうって考えたり、どうやったら面白くなるんだろうっていう作戦を練ったりすること。これすごく大事なあのスキルなんですねで。これからの時代ではまさにそういう思考力であったり、思考したことを想像する力っていうのは、あのトップ3に入るぐらい求められてる力なんですよ。もちろん、みんなと同じようにやる。みんなと協調すること、大事ですよ。 ただ、1、ねえー、人で遊んでもいいよじゃなくてみんなと遊びなさいっていうメッセージを、ね、投げかけるとね、えー、子供は1人で遊んではいけないんだみんなと仲良くしないといけないんだって思ってしまって自分がやりたいこと。 ではなくて、周りから求めていることに従って行動するようになるということ。ちっちゃいうちにそういう癖をつけていったら、なかなかそれが取れないんですね。大人になってもそういう風になる。自分はどういうふうに生きていったらわからない。何が楽しいのか、何がやりたいのかわからない。でも求められていることがあるから、やらなければいけない。やりたいで生きるんじゃなくて、やらなければで生きる。やるべきな人生になってしまう。どうですか、それは、ね。生きづらいですよね。そういう意味でも、 子供が一人で遊びたいって言うんだったら、別に一人でもいいじゃないですか。一人でね、自由に遊ばせてあげたら。ね、えー、いいと思うんです。別に外遊びでもなくてもいい。外で遊ぶのは確かにいいですよ。いいんだけど、お家で遊びたいって言うんだったら、お家で遊んでもいいと思います。じゃあ、それがゲームだったらどうなの言われますで。ゲームっていうのは、もちろんね、いろんな刺激があるから、自分がなんか考えなくてもね、あの楽しいものが飛び,くん飛び込んでくる世界だから、ね、そういう、まあ、依存的になってしまったりね、まあ、あの体にあ、脳にもいい影響が も,もたらされないという報告もあります。長時間やるとね。うん、だけど、まあ、その時間を決めてやるんだったら OK だよねって。で、家でボードゲームやっててもいいし、別に1人で将棋しててもいいじゃないですか。本来2人でやる将棋でもね。本人がそれが、ね、居心地がいいんだったら、1人で遊んでもいいよ。それを認めてあげるということ。それは子供が1人で遊びたいっていうそこ、その感覚、感情を肯定することに繋がるんじゃないでしょうか。はい。えー、7つ目。みんなと違ってもいいよ。ねえ。 これね、どうでしょうか、まあ、僕たちは昭和で生まれて。 僕たちですみません。僕と皆さんを一緒にしちゃったけど、まあ、僕は昭和で生まれたからね、昭和時代っていうのは特に、えー、みんなと波長を合わせてとか、和を乱してはいけないとか、みんな仲良くみたいな感じでね、人と違ったことは許されないみたいな感じだったんですよ。人と違うことは世間に迷惑をかけることなんだみたいな。<laughs> 全然ちゃうのに。人と違うことイコール悪だみたいなとこがあって、で教育っていうのも、あのー、子育てっていうのも、どちらかというと、ルールに従わせるであったり、 親のレールに乗せてるっていうよう,なよ,ような関わり方が多かったんじゃないかなっていう,ふうに想像します。まあ、全ての家庭を知らないけどね僕のところもそうでした。でもそれは親としてもね、えー、そういう今はこういう社会だからそういう協調性であったり、えー、とにかく根性をつけて <laughs> 根性をつけて体育会ののりで、ねえー、がむしゃに働くことが、がむしゃに働きそういう力をつけることが大事なんだとそういう子供を幸せにためするために良かれと思ってやったことなんですよ。 なので別に親に対して何も思わないけれども、ね、ただ今時代は変わってきてるということですね。別にみんなと違ってもいいし、みんなと逆に同じことをやってて成功するかどうかわからないですよ。だってこれからの時代っていうのは本当に何が当たるかわからない。昔やったら冷蔵庫作っとけば大金持ちになるから、とにかく冷蔵庫量産せえみたいな感じだったじゃないですか。冷蔵庫がない時代は。 でもみんな今冷蔵庫持ってるし、エアコンも持ってるし、車もあるわけでしょスマホも持ってる時代じゃないですか。そうなった時に、便利な世の中になったんですよ。便利だからこそ、ね、こんなものを作って当たるっていうのが分からなくなったんですね。問題を見つけることが難しくなったんですよ。ね、問題が見つかったらそれを解,解いたらいいだけ、ね。昔の教育ってそうでした。与えられるんですよ、問題を。それを解いたらよかった。でも今の時代っていうのは、問題を見つけるところからスタートしなきゃなんですよ。 だからね、社会に出たら問題を与えてくれないんですよ。お客様が、ね、求めてることは何なのか。アンケートで答えたね、アンケートでお客さんに書い,てここ書いてくれたこと、それ通りにやっても成功するか分かんないんですよ。マクドナルドもそうやったじゃないですか。アンケートでね、もっと,もっとね、えーと、栄養のあるハンバーガーを作ってほしいって言ってね、ベジタブルバーガーみたいなの作ったよ。でも売れなかったんですよ。ね、お客さんが求めてること、言ってることを、えー、作っても売れなかったんですね。 もうそれ考えても分かるでしょ、今やったら。ねマクドナルドに別にその体にいいっていうことを別に求めてないんですよ。求めてない。だから売れなかったね。<laughs> そこからまた路線を変更してね、えー、ちょっと高いハンバーガーとかね、そういうものにしましたけど、作るようになったけど、えぐちバーガーとかあるじゃないですか。ね月見バーガーとか、あグラコロ美味しいよね。ただ、おかちはマクドに行ったら、毎回もう照り焼きマクバーガーを食べるってもう決まってるんですよね。はい。 で、えー、っとあ、タイに行った時もそうでしょ。タイに行った時も、あの、照り焼きマックバーガーのサムライバーガーと呼ばれてるんですけど、それを食べてましたね。はい。何の話だっけあ、えー、っと、話をギュッギュッと戻すと、まあ、とにかく、今の時代っていうのは、問題を見つけることすらむ難しくなった。つまり、人と同じことをやってても、それが成功するかどうかわからない。それをやっても自分が幸せになるかどうかわからないんですよ。なので、別に人と違ったことをやってもいいんですよ。人と違っててもいい。 もっと言えば、人とは人ができていて、自分にできないことがあってもいいってことなんですよ。ここ焦るでしょ周りの友達ができるのに、うちの子だけできないって。できるようにしなきゃって言って、習字教室会通わしたりね、ね睡眠ン通わしたり、塾会通わしたりするわけでしょでもちろんそれはそういう考えもわかるけど、基本的にはその子の得意を伸ばすことが僕は大事だと思ってます。自己肯定感を高めるためにはね。はい で、またキュッと戻していくと、とにかく人と違っててもいい,とい,ういいってこと、人と遅れてても別にそれは OK なんですよ。で、本人がそれをね、身につけたいと言ってるんやったら、身につけさせたらいいけど、別に人と違っててもいいよと。人ができることであなたができないことがあってもいいよと。で、あなたができるようになりたいんだったら、やったらいいよというメッセージを伝えてあげたらいいんじゃないでしょうか。もちろん基礎学力はね、必要ですよ。漢字。 ね、小学3年生ぐらいまでの漢字や3年生だから漢字を覚えさせるということは、もうとか算数を身につけさせるとか、基礎的な部分、基礎的な部分はもちろん大事な部分、それは有無を癒さず、じゃあこれはもう必要なんだから、絶対必要だからやるんだっていう形で、ねえー、やらせてあげるというのも一つのアイデアだけども、そ基礎学力ではないちょっと応用的な部分ね、みんながピアノができるからとか、あの子がダンスが上手いからダンスやらさないととか、あの運,動運動面は特に、ね、得意不得意じゃなくて、とにかく運動が好きやったら僕はそれで で丸やと思うんですね運動が好きになれば。逆にえ、運動神経が悪いから通わさないとってなると、ますます運動嫌いになっちゃうでしょ。そうじゃなくて、別にみんなと違ってもいいし、人と人ができていることで、あなたができてないことがあっても OK。それは子育てでも何でも一緒です。あなた自身もそうです、ね。他の周りの人ができて、あなたができないことがあっても OK。あなたは、あなたが好きなことを磨いていく。あなたが得意なことを磨いていく。それで、ね、世間のお役に立てればいいじゃないですか。 全部が全部100点する必要ないんですよ。限られた時間。限られた時間をいろんなところに分散するんじゃなくて、自分がこれだって決めたことそこに、そこにね、1点集中した方が能力って高めやすいですね。そうですよね。あれもこれもじゃなくて、自分はこれなんだって言って、それをやりたい、それを身につけたらいいじゃないですか、ね。はい。長くなりましたね、今の話ね。じゃあ次は8番。8番は、嫌いな人がいてもいいよ。これどう思いますか嫌いな人がいてもいいよ。 ね、これね、やっぱ僕の時代は、これダメやったんですよ、本当に、まあ、21にも書いてるけど、まあ、人とみんなと仲良くしないといけないとか、みんなを好きにならないといけない、喧嘩をしてはいけないっていうのがありましたね、いざこざを起こしてはいけないみたいなところはやっぱ強くあって、なんかこう、喧嘩になりそうになったら先生が止める、もう、喧嘩になる前に止めてしまうっていうのがあった。 だから、そういうことをしていると、やっぱ喧嘩喧嘩したときとか対立したときに、うまく話し合いで解決するという力がね、育まれていかないんですよ。喧嘩になりそうやったら、あもう言うのやめとこうって自分の気持ちを抑え込んだりね、向こうが機嫌悪そうだったら、あなんか機嫌悪そうやなって、どう、ご機嫌どうですかって、自分がね、しんどくてもちょっと無理しちゃうとかね、相手の,気,相手のね気分に合わせてしまうとか、そういうふうになってしまうんですね。だから対立はいいんですよ。喧嘩はいいんですよ。 ね、仲直りする方法を学ぶことが大事だし、対立の中でより良いお互いが納得する答えを見つける、そういう対話力が大事じゃないですか。喧嘩をしてはいけないんじゃなくて、喧嘩の中でより良い話し合いをして、でお互いが納得する答えを見つけるってことが、すごくこれからの時代では必要だと思っていて、そういう意味でもね、今何の話だったっけ、あ嫌いな人がいてもいいよねっていうところなんで、あのー 嫌いな人がいてもいいんですよ。<laughs> ちょっと今無理や無理りやったな。<laughs> ちょっと <laughs>、まあとにかくちょっと話をキュッと戻すと、嫌いな人がいてもいいよってことん、あのー。好きな人と一緒にやればいいんじゃないですか。もちろん嫌いな人に嫌いっていうことはない。ないけれども、自分がバスケットボールが好きなやったら、バスケットボールが好きな人と一緒に遊んだらいいし、であの人合わへんなと思ったら、あの人とはちょっと距離を置いたらいいし。まあ、距離を置いておくっていうのはあの、お前のこと嫌いやとか言わんでいいんですよ。言わんないけど、別にちょっと距離を置く。 まあ会う頻度を減らすとか、話す頻度をね減らすとか、そこら辺嫌いな人でも上手に付き合えて、これ大人でも難しいから、子供には求めなくていい、なかなか難しいからね、いきなり完璧求めなくてもいい、ただ言えることは別に嫌いな人がいててもいいよ。で、あなたが好きな人、あなたがね、この人といると楽やなとか、楽しいなと思う人、そういう人と時間を一緒に過ごしたらいいからね、これでいいじゃないですか。 ね、嫌いな人がいて、向こうがね、バカにしてきたり、いじめてきたらその人、その子の自己肯定感が下がっていくわけでしょ。無理して嫌な人と付き合うことはない。うん、もちろん嫌な人と付き合いながら、その嫌な人とでも上手に付き合うスキルを身につけることは大事大事だけど、まずは好きな人と上手に付き合う関係を作る、まずはここから学んでいこう、まずはここからでしょ。 これをそれができるようになったらそのなんか嫌いな人と上手なコミュニケーションをするではかなりレベルが高いんですよ。いきなりレベル5やしたらいきなりレベル5を求めるんじゃなくてまずは好きな人と一緒に遊ぶとか好きな人とに自分の気持ちを伝えるとか。 好きな人と話してて気持ちが合わんかった時に、えー、どうやってお互いが折り合いがつく答えを見つけるとかねそういうことをやった後でね後でじゃあ嫌いな人とどう付き合っていくのかそのだいぶ先なんですよだいぶ先なのでなのでもうちっちゃいもうちは嫌いな人がいててもいいよで好きな人とあのた一緒にいてて楽しい人居心地がいい人と一緒に遊ぼうねでいいと思うんですね、うん、無理やりそれを押し付けなくてもいいよ別にあのぜ子供がねいや嫌いな人がいてはいけないと思っている っていうことを別に無理せずに思ってるんだったら別にそれでもいいと思うよ。うん。はい。じゃあ次いきましょうか。ここのつめ。わからないと言っていいよ。うん。これわからないと言っていいですよね。ダメですかね。わからないって言ったら、教えてって言ったら、自分で考えなさいって言ってませんか 言うことがいいとか悪いとかじゃないですよ。自分で考えなさいっていうそのメッセージが、どのように子どもに受け取られるのかっていうことを想像して声がけをすることが大事だって言ってるんですよ。ね、そうやって、本当に子どもがわからなくて助け、助けを求めたくて、わ、えー、からない、教えてって言った時に自分で考えなさいって言われても、ね、僕の助けを聞いてくれないんだ、助けを求めてはいけないんだ、わからないと言ってはいけないんだ。 ねね、そういうふうに思ってしまうかもしれない。つまり、助けを求められなくなったり、えー、分からなくても誰にも相談できなくなる。相談する力も、助けを求める力も、社会で生き抜くためには大事な力です。そうですよね。ね分からないのに分かるっていうこと、分かったふりをすること、これ大変じゃないですか。僕、そんな僕はいらないですよ。分からなかったら分からないって言ってって言う。そうしないと、問題が起きたときにあの、早い段階で対処できないから。 わかっあのー、問題を隠されたりとかね、分からずにやってしまって、得意先迷惑をかけるって、それだったら、もっと早い段階で、分からないって言ってくれた方がいいんですよ。そうですよね。どう,どうですか分かったふりをされるとか、分からないのに相談しないっていう部下よりも、分からないことは素直に分からないと言えるであったり、えー、助けを求めるとか、えー、そういう人の方が僕は一緒に働きたいなと思う。ね で、分からないということとか、助けを求めることも大事なスキルだから、分からないって言えたねって、ね、そこを認めてあげるの,のはどうでしょうか。はい、10個目。間違ってもいいよ。そうなんですよ。新しいことやったり、やったことないことをやると、間違うんですね。で、間違いながら、あ、こうやったら間違うんだっていうのが分かるわけでしょ。 なので間違ったことでテストの点数とか返ってきたら、ね、罰がつけられてるからねもちろんねあ95点取れたーって嬉しいって喜んでる子もいるけど 5点間違ったってへこむこももいいる。ね、もう仕方ないですよ。もうテストっていうのは、ね、自分がどれだけ学んだのかっていう自分の進捗を図るものだからそのテストの点数に一喜一憂せずに、ねえー、間違ったところを見直してできるようにするもうこういうことができたらいいんだけどそこで間違ってしまったってことを、ねえー、どういうふうに周りの大人が受け止めるかによって間違うことが怖くなったりするんですね <laughs> こんなこともできなかったのとかこれ前も間違ったじゃないみたいなことを言われるともう間違えたなくなる。 間違えたくなくなる。つまり、やってることが嫌いになるやろうし、間違えたことを隠すようになるね。僕たち、私たちはやっぱ間違えながら成長していくんだから。で間,違間違ったっていうことはうまくできな、うまくできないっていう方法、うまく間違えたってことは、その方法でやったらうまくいかないってことが分かるってことなんですよ。ね、発見なんですね、間違えるってことはね。これ、エジソンも言いましたよね。エジソンもね、えー、私は99回失敗したんじゃない。 99通りのうまくいかない方法を発見したんだ。これ、有名な話やけど、ね。間違いながら僕たちは、えー、いろんなことが分かってくるということ。うまくいく方法を見つけるんですね。そうそうそう。なので、間違ってもいいよっていうこと。これはすごく大事だよね。間違ったときにどうリアクションするのかということですね。はい。11個目。うまくできなくてもいいよ。ね。 HESP さんとかそう、敏感さんの、ねあのー、繊細さんであったり、そういうお子さんはね、えー、なんか全部完璧にしないといけない、100点取らないといけない、完璧にしないといけないってね、そういう気持ちが強くて、なんか自分で自分を追い詰めたり、えー、ちょっとでもできなかったら自分を責めてしまう、でそうなると、やっぱ自己肯定感が、ね、育まれにくいんですね、自己否定してしまうから、あ、ここを間違えた、あそこを間違えた、私には向いてない、私は何をやってもダメなんだってなってしまうわけでしょ。 なので、もちろんそういうふうに思う気持ちを受け止める、あ、ダメだなと思ってるんだね受け止めつつねうだ、うまくできなくても失敗しても間違えても、ね、私はここにいるし、あなたの味方だし、ね、怒らないからね、ちゃんとここにいるから、何かあったら相談してね、みたいな感じでね、うまくできなくてもいいよっていうスタンスで関わることが大事なんですよ。そのためには、どうしたらいいか。期待しすぎないってこと。ね、これ期待が強かったら、うまくやってほしいなってなるんですよ。 ね、英検合格してほしい、英語ペラペラになってほしいと思ってたら、英検合格してほしい、合格させないとってなってしまうで。その圧力っていうのは子供に確実に伝わるんでね、僕が英検合格1000円買ったら、ママをがっかりさせるんだってなっちゃうでしょ、なっちゃうでしょ、プレッシャー与える、プレッシャー与える中ではね、やっぱりいいパフォーマンスが出せないから。 子供にいいパフォーマンスを出させることが大事じゃないですか。ね、自分の、本来の自分の力、練習通りの力を発揮させることが大事なのに、変にプレッシャーかけて、えー、不安を与えることで、練習の力が出せなかったらね、結果が出ないでしょ。そう。だからリラックスさせること、安心させることが大事。で、ね、そのためには、そういうな、失敗に対する恐れとか、恐怖を緩めてあげる、和らげてあげるということ、ね、大事だなと思います。うまくできなくてもいいよ。ぜひね、えー、言ってあげてください。 12個目、あなたが選んでいいよ。ねえ、これね、えー、あなたが決めていいよとほぼ一緒やけど、おかっち、これ、数増やすためにこれってか,かさ増ししてんちゃうって、<laughs> そういうふうにねあの、思われても仕方がないんだけど、まあ、そういう部分はあるんだけど、大事なんですよ。選ばせるって大事なんですよ。ね選ばせるってことは、どっちが、どっちがでもいいよって言われたら、子どもは考えるわけじゃないですか。 そう考える機械を作る。その機械ができるから考えるで。考えるから考える力が上がるんですよ。そう機械を作ること。これが、ね、能力を高めるために大事なんですね。えー、行動力をつけ,たつけさせたいんやったら行動させることが大事ね。ね、えー。箸の持ち方をうまくさせたいんやったら箸を持つ機械を増やすことが大事。英語を話せるようにしたいんやったら英語を話す機械を作ること。そう機械が増えれば能力は高まるんですよ。 これすごく大事ね。もう単純にそうは言い切れないんだけど,ど、その努力の質の部分も大事なんだけど、まず一つ、努力の量の部分もすごく大事な部分であるから、そうやって選ばせる、機会を作るということ。そういう意味で、あなたが選んでいいよ。そして、選んだことには口出ししない。これすごく大事やね。ね本当は中学受験してほしいんだけど、どっちでもいいよ、好きな方が行っていいよって言って、じゃあ、公立中学に行くって言ったら、え 公立中学に行くのそうなのでも公立中学に行ったら不良が多いよ。やりたいことができないよ。えっ、ー、と、なんだろう、えー。将来あんまうまくいかないよ。お母さんは私立中学の方がいいと思うんだけどな。みたいなことを言ってしまうと、それって選ばせてるようで選ばせてないですよね。ダブルバインドですよね。ダブルバインドっていうのは、えー、こうした方がいいよって言いつつ、でも全然それとは違うメッセージを語るということ。 ね、相談していいよって言いつつ、相談したときに自分で考えなさいっていうやつ、あれです。あれですよ。置いていくよって言っ,ってて、ねえー、いつまでも帰らないと置いていくよって言ってて、置いていかないってやつ、あれですよ。ねえー、あなたがそんなにわがまま言ってたら、小学生になれないよって言ってて、4月になったら小学生になれちゃうやつ、あれですよ。ダブルバインドですよ。 ね、そのダブルバインドをしてしまうと子ども自身は何を信じたらいいかわからなくなるんですね親に対する不信感を持つようになるし、ねえー、親が何を考えているのかっていうのを常に疑うようになる自分の心が何がしたいかじゃなくて何を求めているかではなくて周りの人が何を求めているかっていうのにアンテナを張るようになるということそういうことでね自分の軸が育っていかない自己肯定が育っていかないということなので、えー、子どもに選ばせる選んだことには 極力口出さないということ。口出すんだったら、えー、最初に言う、ね。A という選択肢という B という選択肢があって、えー、A というところにはこういうメリットとデメリットがあり、あるけどで、あなたの性格からしたら、私は私立中学の方がいいと思うけど、でもどちらを選んでも、えー、あなたの決めたことには尊重するよというふうに言っていのはいいんじゃないでしょうかで。それで実際に公立中学って言ったら、あ自分で決めれたね。じゃあ、公立中学に行こうかっていいじゃないですか。ね、それでいいと思うんですね。 でまあそのね、ちゃんと知った状態で選択させるっていうのもすごく大事なので、えー、A という選択肢、B という選択肢今やったら公立中学に行くか私立中学に行くかって選択があるんだったらじゃあ実際、あの学校見学行ってみようかとか私立中学に行っている人公立中学に行っている人の話を聞いてみようかとかしながらねしながら、えー、お互いで調べながらねあじゃあ、公立中学にはこういういいところがあるよね。って ねえー、公立中学受験がないから小学校の時は、ね、好きなことできるよね今バスケット好きなことずっとできるやん、ね、とか。 で私立中学だったら、まあ中学受験はあるけど、高校の受験がないから、伸、えー、び伸びやりたいことできるねとかね,ね、自分が好きなこと学べるねって、あなた、恐竜、恐竜学びたいって言ってるんだここの学校行ったら、恐竜学べるやんってね、まあ、恐竜が学べる中学って聞いたことないけど、まあそういう風にね、あのー、私立の中学にはそれぞれ特色があるから、自分が興味関心があることが学べるよねっていうのはあるよね。うん。そういうことをちゃんと調べた状態で、どうするって選ばせるの大事だね。 な,な,な,なんかわからん。公立中学と私立中学はけど,どっちがいいって言われても、情報がなかったら選べないわな。うん。なので、そういうふうな情報を与えるであったり、情報を一緒に調べるっていうのは一緒にやってもいいんじゃないかなって思います。13、ぼーっとして、えー、でー。これいいよね。あの、ぼーっとしてるときっていうのは、やっぱね、いいんですよ。 で母親としてね、親としてはね、えー、なんだろう、ぼーっとしてたら、なんか楽しませなあかんとか、有意義な時間を過ごさせないととか、ねえー、ちょっとでも学びになるような体験をさせないとっていうね、そういう気持ちもわかります。ずっとぼーっとしてる、ぐうたらしてるって、見えてしまうんですね、見えてしまうんだけど、まあ、家の中ではぼーっとさせてもいいんじゃないかなって、なぜなら学校とか、ねえー、習い事の中では誰かと比べられたり、競争させられたりね、いわゆる緊張モードじゃないですか、家の中ではね、リラックスモードでもいいと思うんですよ。 ね、ずっと緊張モードで生きられないんです人間は交感神経系ってねそっちのそっちが優位な状態、まあ、クマさんが出てきて戦う状態ですよあんな状態で24時間過ごせないんですよ なので、ちゃんとリラックスするってこともすごく大事なので、えー、そういう意味で、ボーっとするっていうのはすごく、ボーっとするっていうのを認めてあげることはいいですね。で、もっと言えばね、ボーっとするってことは脳にいいんですよ。ボーっとしてるときっていうのはね、えー、デフォルトなんたらモードっていうのが働くんです。すみません、調べようか。デフォルト、ボーっとしてるとき、ね、なんかデフォルトなんたらモード、すみません、ググ今、ググってるやついます。 デフォルトモードネットワーク DMN が活発に稼働すると言、えー、うなれば脳のスタンバイ状態このスタンバイ状態において脳はこれからの自分の身に起こることをシミュレーションしたり自分の過去の経験や記憶を整理統合したりするということなんですよ頭の回転が速い人ほどボーッとする時間を作るんです、ね、すぐに動けるようにでこれまで学んできたことを整理するために学校で学んだことを脳に記憶に定着させるためにボーッとする時間必要なんです デフォルトモ,モードネットワークですよ。子供はボーっとしてるんじゃない。今、デフォルトモードネットワークを、えー、稼働させているんだと思ってください。はい、<laughs> ちょっと言えへんけど、DMN を稼働させているんだと思ってください。そうすれば、ボーっとしてる子供もね、ちょっと暖かい、温かい目で、ね、見守ってあげれるんじゃないでしょうか。はいえー、14個目。 早くしなくていいよ。うん。これもね、あの子供のペースを尊重するってこと。ね、これすごく大事だよね。子供のペースってのは子供が考えた計画。子供が居心地が良いペースがあるわけじゃないですか。一人一人リズムが違うんですよ。お価値早いんです。あの通常の人の1.5倍。YouTube も3倍速で聞いてます。めちゃくちゃ早いんです。僕のペースであなたを巻き込んだら苦しいでしょ。とにかく人のペースで、巻き人のペースに巻き込まれたり、自分のペースでできなかったら不安が出てくるわけでしょ。 で不安が出てくると、それは自己否定につながるって話したじゃないですか、さっきね。不安があると、ね、えーね、なんかその不安があったら、ょっと緊張状態。ずっと緊張状態ではリラックスできない。安心できないですねで。それをやらないと自分は嫌われるんじゃないかとか、それをやらないと見捨てられるんじゃないかっていうふうになってしまう。いわゆる自己否定の種が植え付けられていくんですよ。なので、なので、子供のペースを尊重する。まあ、全てが全てじゃないですよ。できる限りです。尊重するために、ふんたいのスケジュールを組まない。 あのー、スケジュールに余白を作る、だから少々遅れても対応できるように、えー、隙間を空けておくということ、これすごく大事ですね、ふんたいに、ね、活動してたら、ちょっとでも遅れたら、えー、塾、遅刻しちゃうとか、そういうことでしょ、そういうことになると、えー、遅れることはできないから、ねえー、早くしなさいって言っちゃうんですよ、でも早くしなくてもいい、特に余裕がある状態だったら、早くしなさいって言わなくて済むじゃないですか。 服,あ服選んでるのねって、あじゃあ、決まったら教えてね、ママ、これやってるからって、ね、違うことやってたらいいじゃないですか。ね、そういうふうに、えー、子どものペースを尊重するためには、しっかりと余白を作るということ、スケジュールをガチガチにしないということ、これ大事なんじゃないかなと思います。はい、じゃあ15個目、水飲みましょう。はい、人に聞いてもいいよ、ね。 これわ分からないと言っていいようにも近いんですけど、あの分からないときには助けを求めるってことを教えてあげることが大事なんですね。で、人に聞くということは悪いことではないんですよ。ね、いやもしかしたら自分ができないってこと、あの弱みとして捉え,捉えていたり、えー、自分の恥をさらすことだと、あのー、勘違いしてしまうっている子もいると思うんですね。大人でもいますよ。聞いてはいけない、ね。恥なんだと。なんかあるじゃないですか。<laughs> すいません。あのー 聞くは一,一時の恥、聞かぬは一生の恥ってやつ。聞くっていうことが恥なんだと捉えられてしまうことがあるんですね。そんなことないのに。分からないことは分からないって言っていいし、分からないときは分かる人に聞いたらいいんですよ。聞くということはその人のことを信頼しているということのサインなんですね。信頼してなかったら聞かないじゃないですか。あなたのことを信頼してますよっていうサインなんですよ。これはプラスなんですよ。相手に対してね。これいいメッセージじゃないですか。もちろんそれを相手が助けてくれるかどうかは知らんよ。相手も忙しいから。 でも聞くことはこっちができること。それ聞,聞く、教えてほしいと。そういうね、えー、人に聞くってことはこちらができるアクションであり、それを答えてくれるかどうかは相手が決めることである。しっかり線を引いてね、自分ができることをやったらいいんです。やったらいい。だから人に聞いてもいいよ。わからなかったら聞いてねって。で、私もわからなかったら聞く。その姿を見せるということ。はい。16。イライラしてもいいよ。 ねえむしゃくしゃすることとか、うまくいかないこととか、腹立つこともあると思うんですよ。ね、でその時に、そんなことで怒,らな怒るなとか、イライラしないでとかね、怒りたいのはこっちよとかね、それわかるんですよ。わかるんだけれども、イライラしているってその感情を抑え込もうとする行動、これはねあの自己否定につながります。一つ目にもつながるんですけど、泣いてもいいようにつながるんだけどね、あのー、感じたまま感じさせることが自己肯定につながるんですね。 あの自分が感じたことっていうのは自分そのものだから自分を肯定することになるんですよ。感じたまま感じていいよっていう許可がね。うん。なので、そのイライラっていうのはね、あの、何らかの自分の尊厳が傷つけられようとしてるサインなんですよ。ね。それを、それを気づくことが大事。気づかなかったら、ね、自分の尊厳が傷つけられるから。ね。守ってるんですよ。イライラするっていうのはね。だから、それを例えばね、どういうことかというと、ただ順番抜かされてイライラする。 でこのまま放っておいたら、どん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 相手がつき上がって舐められる。付け仕込もを貸したのに返してくれないとかね、えー、お茶を勝手に飲まれるとかね、どん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 付け入れられる。それに対して脳を突きつけてるんですねあの、自分の本質的な自分は。それをしっかりと汲み取るということが大事、ね。いつもヘラヘラしなくていいんですよ。イライラするときはイライラしてもいい。でもちろん、えー、それをどう表現するのかは、えー、ちょっとずつ、ちょっとずつ学んでいこうねってことでいい。ちょっとずつでいい、そこも。 ね、大人でもイライラをどう表現するかってめちゃくちゃ難しい。アンガーマネジメントの講座はね、今一番人気じゃないですか。子育ての業界ではね。あの大人でも難しいんですよ。自分のイライラをコントロールするのは。練習していかないと無理な,無理なんですよ。これね、れでも逆に言ったら練習したらできるようになるんですよ。子供に対してイライラするっていうのもそう。これ練習次第でう,、ねえーえー、うまくなるで。その方法っていうのはね、えー、アンガーマネジメントの動画作ったんで、それをまた見といてくださいあの。YouTube のどっかにあります。 あのこの「緩める子育てトーク」の。 あのどこかにありますでこのゆるめで子育てトークっていうのはね、再生リストがあるから、その再生リストで、す、ま、べ、あ、て再生って押していただいたら、ずっと流れるから、もう一日中流しておいてください。よければね、<laughs> テレビに流すとか、スマホで流すとか、しながらね、なんか家事とかをやっていただいたらいいと思います。あのゆるりと聞いてくださいね。とにかくなんか、もう全部覚えなあかんとかじゃなくて、ゆるく聞いてください。まあ、この番組ではね、親も子も楽になるゆるめる子育てを紹介していきますので、引き続きよろしくお願いしますね。っていう番,番組の線でも入れながら、 言いながらでもう1つ宣伝についでにさしてね、えー、っと今ねここ,のここで言ってる何々してもいいよっていうのは逆に言ったら何々してはいけないよっていうことに対してのいいよなんですよ。そうですよね泣いてはいけません、休んではいけません、失敗してはいけません、寄り道してはいけません、1人で遊んで,遊んではいけませんそういうふうなまるしてはいけませんとかこうしなければいけないっていう鎖で子供を縛ってしまうと子供のやる気 自主性、自己肯定感がなくなっていくんですね。そう。だから子どもの自己肯定感であったり、自ら動いて、自ら行動する力、それを高めたいのであれば、何々してはいけないっていう、そういう見えない鎖を緩めることが大事なんですね。それをどうやって緩めるのか。その方法をおかちは本に書いて出版しました。「緩める子育て」です。その本ね、この概要欄にありますので、ぜひあのチェックしてみてください。はい。 えー、それではいきましょうか。次は17。学校を休んでもいいよ。これどうでしょうか言えますか休みたい、休みたいって言ってる子供に休んでいいよって言えるどうですかこれね、なかなかね、もちろん家庭によっていろんな事情があるので、えー、すぐに休んでもいいよって言えないっていう状態もあると思うんですね。 例えば今日も仕事やし大事な用事があって外せないから子供が家に寄って一人っきりにさすことはできないだからなんと,とか言ってほしいとかねあるわけじゃないですかわがままで言ってるんじゃないかとかね、えー、本気で言ってるのかなとかねあるわけでしょ なので、あの手この手を使って、ああ、今日理科があるから、楽しい授業があるよ、スイミングがあるから、みんな行ってるんだから、弟も行ってるんだから、行ってみたら、行ったら楽しいことがあるよ、行ってらっしゃいみたいな感じで、えー、送り出してしまうこともあると思うんですね。あると思う。なかったらいいよ。うん。で、これはやっぱ学校を休むっていうのは、休みたいっていうのは、やっぱりその、子供のサインなんですね、あのーもう。もう無理っていうサインなんですよ。サインで、ね、それが、あのー、なんだろう。それがどれだけ深刻かどうかっていうのは、わからないんですね。 読み取れない。読み取れない。読み取れるんやったらいいよ。あ、この子絶対、あの、な,なんだろ、そんな深刻じゃないなって読み取れない。読み取れるんやったらいいけども、本当に悩んでることを親に相談できないこともあるじゃないですか。僕は相談できなかったよ。いじめられてることを。ねねいじめられてることも、学校に行きたくないことも、死にたいと思ってたことも相談できなかったよ。ね本当に、で、笑って言ってたよ。見たいなーって。 いやそんなん言いなさんなっていうふうに言われたけどそういうふうに言うしかなかったんですね僕はうんなので子供もがたとえあの表情を見てね大丈夫そうに思えてもなんか打ち明けられない何かがある可能性もあるわけじゃないですかそれって命に関わることなんですよ、ね、子供の自殺って増えてますそうでしょでそれであのストレスで押しつぶされてうつ病になって,なってしまったりもう社会的な引きこもりになってしまったり非行に走ってしまうそういう子も多いですよ それはこういうサインをしっかりと見逃さないということ、それで防げるんじゃないでしょうか。すべてがすべてとは言いません。そういうふうな、もう無理っていう限界、それが学校を休みたいっていう声かもしれない。ってなったときに、学校を休むということを選択肢の一つとして与えることもいいんじゃないかなと。何としてでも学校に行かないといけないではなくて、学校を休むということも一つの選択肢だねと。 いうことをちゃんと許してあげる、認めてあげるっいうこと、ね。そうしないと、学校行けない僕はダメなんだと。みんなが言ってるのに僕はできない。自分はダメな人間なんだと思ってしまう。自己否定の種が植えら付けられてしまうってことだよね,ね。なので、その親御さんとしても不安やんと思う。学校を休んでしまったら、これから先ね、えー、授業についていけないんじゃないかとか、集団生活できないんじゃないか、社会に出たときにえあの仕事を見つけられないんじゃないか。いろんな不安なことがあると思う。でそれを 自分で解決できるとことは解決するんですよ。学校以外の選択肢ってないのかなって、ねで。これからの時代で必要なことっていうのは学校以外で学べないのかなって。一回調べてみてください。ね、不安がある、不安がある、どうしよう、どうしようじゃなくて、不安があるんだったらその不安を潰すように情報を集めるんですよで。自分で分からなかったら分かってる人に聞くんですよ。分からない自分が考えても分からないんですよ。ね、分からないんだったら分かる人に聞く。これも一つのライフスキルなんじゃないかなと思います。 はいじゃあ次は18かな。嫌ならやめてもいいよ。ああ、これすごく大事だよね。うん、男なら一度言ったことは変えー、るなとか、やり始めたことをやめてはいけないっていうね、そういう,なんだろう体育会系というか、昭和魂とか、バブルの時のような中ね、24時間働けますかってやつあったでしょ。そんなありえへん。働けないよ。<laughs> 働かなくていいよ。 働かなくてい,い、うん、で嫌ならやめていいよ。違いますあの嫌、ー、や,やなって思ってることをやってるぐらいだったら自分がいいなって思うことやりたいなって思うことに時間を使った方がよくないですかやってみて嫌や,やなって分かった。これ発見じゃないですかそれで丸じゃないですかそれなのにそれをやり続けないといけないんでしょうかどううでしょうか嫌なことをやってたら嫌や,ややってるからなかなか身につかない。身につかないから あ自分もなんか他の人と比べてしまって僕はできていないんだってなって自分に自信をなくすんですね。それだったら子供が得意なことであったりやりたいことをやらせてあげた方がいいんじゃないかなと思います。そっちの方が成功体験ができて、えー、自己肯定感が高まっていくんじゃないかなと思うんですけどいかがでしょうか。嫌ならやめてもいいよ。僕はそういうふうに伝えてあげ,てあげたいと思います。19、19ですね。なんで英語で言うたんやろ。はい、あとじゃあ4つかな。 全部できなくてもいいよ。ねえ。いやー、できなくていいんじゃないですか <laughs> どうですかすべて完璧にできないといけないですかピアノも、英語も、国語も、算数も、理科も、社会も、図工も、体育も、全部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 、完璧にしないといけないですかどうでしょうかねえ。いやー、できなくていいと思うんですね。いや、できてもいいんですよ。子供がやりたいって言っ,てやったら、それでいいんですよ。ね。 えー、特に繊細さんであったり、えー、なんだろう、さっき言った HSP 型の、ね、敏感さんであればね、えー、自分は全部完璧にやらないといけないとか、失敗してはいけない、間違ってはいけないってね、思いがちですよね。そういう子に対して、さらに完璧にしなさいねとか、100点取らないと努力が水の泡よって、まあ、そんなこと、100点取らなきゃ努力が水の泡よとかね、あんまりそういうことはないんだけど、100点取ってもらえたら嬉しいな、みたいな。 逆に言ったら100点取ったときにめっちゃ喜ぶ。100点取ったときに喜ぶということはあ、100点取ってくれたら嬉しいんだということは、100点取れなかったらがっかりさせちゃうんだということも同時に子供に植え付けているということを学ばないといけないですね。僕たち、私たちはね。一つ一つのリアクション、リアクションによってプラスのメッセージとマイナスのメッセージを同時に植え付けているということ。これを自覚した上で声かけをすること。これが大事なんですよ。どんな声かけも万能じゃないんですよ。 その時々によって、同じ声掛けでも、あの時は良かったのに、この時はちょっと効果がなかったなんてあるんですよ。人によっても違うし、状況、タイミングによって、そして親子関係によっても変わってくるんですね。なので、今のこの親子関係で、子供との関係性、で子供の今のこの状態で、どんな声掛けがいいんだろうってことを、その都度その都度意識して、自覚して選択していくこと、これが自分軸の子育てですね。自分軸を作る子育て。ね この,この手法だけを使う、どんな時でも偉いねっていう、どんな時でも偉いねっていう、これね <laughs>、これがうまくいくことは限らないじゃないでしょう。ううまくいくケースもあれば、そうじゃないケースもある。なので、その状況に応じた声がけを自分で選択していく、そういうのを、ね、作っていく、そのためには自分の軸がいるんですよ。 自分の中でこん,な子供とこんな子供を育てたいなとか、こんな関わり方をしていきたいなっていう自分の軸が必要なんですね。でその軸を作るのが、この緩める子育ての,このラジオなんですよ。これねえー、長尺、長いラジオね。長尺やってるでしょ。今日もこれ50分ぐらい話してるじゃんもう40分ぐらいかな。 うん、それ、話してるんでしょうこれ長いんですよ。長いけれども、この一つ一つのね、手法を覚えるんじゃなくて、なんでそれが大事なんだろうっていうのことをね、一緒にこうやって考えれば、考えられればいいなと思ってやってます。そんな感じね。僕は全部できなくてもいいと思ってもある。思っているよ。あのだって人間の体も時間も限られてるやん全部100点を目指そうと思ったらしんどいよ。全部100点を目指すのだと中途半端になっちゃうよね。どれもこれも。 それよりも自分がこれはこれだけやる、これはこれだけやるって選択をする。もう例えばね、他の子は計算ドリルは20ページやってるけど、まあ、僕は計算ドリル10ページでいい。その代わり、えー、この漢字ドリルを他の子が20ページやってるのは私30ページやるとかね。自分でちゃんと選ぶってことはすごく大事かなと思います。ただね、学校の宿題でも決められた量とかもあると思うんです。でもそれはね、交渉次第でなんとかなるケースもあります。ねあのー、この子は、この子のペースがあって、漢字はね、えー、ちょっと漢字を、 書くののに時間がかかるかかるら、えー、宿題の半分だけででいいですかっていうふうに親が言って OK なケースもあるしもうそれを子どもに言わせるっていうのも、ねえー、できる子ならそういうことも進めてみるのもいいんじゃないかなと思いますとにかく学校で与えられたことを全部子どもにやらさないといけないってことはそうではなくて子供それによって学校でね、えー、与えられたことをやらせることで勉強が嫌いになってしまったら最悪じゃないですかねっ。 学ぶことが嫌いって。だって僕たち、私たちはずっとずっと学び続けることが必要でしょ仕事をするにしても、資格を得るにしても、何をするにしても、新しいスキルを学ばないといけないんですか。いろんな問題にぶち当たる。問題にぶち当たったら、その都度ごとにね、問題を解決する知識、そしてスキルを得ないと無理なわけでしょもちろん誰かに頼るってことも含めてね。 ね、そういうスキルが必要なので学ぶことっていうのは生涯続くんですよなのになのに全部完璧にやらないといけないあれもこれも100点しないといけないっていうプレッシャーを与えてしまうと学ぶことが嫌いになる、ね、なので,なので、えー、いい結果を求めるというよりも学びを好きになるってやったり、えー、勉強って楽しいなって思ってもらえるその感覚が大事だね、まあ、今回の全部できなくてもいいよってその勉強だけの話になっちゃったけど、まあ、勉強以外のこともそうですよもう全部できなくてもいいよって伝えてあげる うん、子供のペースを尊重する。それ,それもね、メッセージとしてこ声をかけてあげるってことも大事なんじゃないかなと思います。で、それは当たり前だからかけないってこともあるんですね。声をやっちゃなくて、言ってあげるんですよ、ね。泣いてもいいよ。休んでもいいよ。声を、言葉をかけてあげるんですね。言葉を投げかけてあげる。プレゼントなんで。投げかけてあげること。これすごく大事なんですね。あなたがいてくれて嬉しいなとか、ね、あなたが生まれてくれてよかったよとか、大好きだよって。ね、言葉で言うんですよ。 これなかなか日本人言葉で投げるっていうのはなんか苦手なんですけどね、えー、言わなくてもわかる野郎的なやつじゃなくて言,言わないとわかんないんですよ。言ってあげるんですよ。言葉をかけてあげる。どんな言葉でもいいです。ね、ここにあの今22個紹介してるけどあ、これ言ってみようかなと思ったら積極的に声をかけてあげてみてください。はい、20個目。嫌いな食べ物があってもいいよ。なぁ。いや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 、僕はね、嫌いなものが多かったんですよ。 えね、食べ物の好き嫌いは人間の好き嫌いにつながるから食べ物の好き嫌いはいけませんみたいなこと言われてて全然それ意味がわからなかったですそもそもその例がでそもそも嫌いな人がいてもいいと思ってたから、ね、何も響かなかったんですよそのメッセージがで家ではねやっぱしいたけ僕嫌いなんで申し訳ないですしいたけ業者の方申し訳ないけどしいたけがいろんな場面で出てくるんですよ煮しめ特に煮しめですよ煮しめっては分かります煮付け あの人参とか里芋とか入ってるやつですよ。で、あれね、まあ、人参とか里芋とかまあいいんですけども、あ,のあれと一緒にグツグツ煮込むと、しいたけの香りであったり、風味が他の食材にまでね、感染するんですよ。すみません、変な言葉使って。あの <laughs> なんて言ったらいいうつるんですよ、要は。うつるんだから、何食べてもしいたけの味がしちゃうんですよ。ねだから、うえって、うえって言いながら食べてましたよ。で、結局、そのしいたけを食べないと、翌朝も同じ椎茸が出てくるんですよ。 そういう方針になったんですよ。残したら、その残したものがご飯に出てくるっていう方針だから、食べないといけなかったんですよ。ね。で、そうなるとどうなるかっていうと、余計嫌いになるよ。余計嫌いなんで、ゲー吐きながら食べてんねんから。余計嫌いになるよ、そんなん。そんなんで好きなもの克服できる無理よ。無理、無理。無理です。嫌いなものを無理やり食べさせても。それやったら、なんか椎茸はめっちゃちっちゃく、ちっちゃく刻んでね、えー、カレーに入れておくとか。 で、カレー食べ終わった後にね、実は椎茸入れててんでって言ってくれるとかね、あそうなんや、椎茸って意外と美味しいなってなるわけでしょ、そうなった。人参をこう小刻みにね、お菓子も人参のちっちゃいやつはいいけど、でっかいやつちょっと苦手だったんですよ、あの甘いやつ特に。ハンバーグの横にあるは、なんか。 人参グラッセっていうかなちょっと分からんけどあの甘い人んは好きじゃなかったんですよ。で、それもね、そのでっかいやつを一つ置かれているから食べられへんわけで、あれをもう小刻みにグーってこう切って、もうそのカレーに入れてしまえばもう全部カレーに入れ,入れちゃえ作戦なんですけど、おかっちの場合は、うん入れて。入れてしまったら、あちょっと人参入ってるけど、全然人参の感じせえへんわーって言って食べてしまうわけじゃないですか。そういう工夫をしてもらえたら、もしかしたら、えー、嫌いなものはなくなるかもしれんけど、嫌いなもの,の その,そのものの大きさをそのまま出されてもそれ嫌,い嫌いなままなんですよ。いや、もっと嫌いなんですよ。いまだにニンジングラステとシイタケが嫌い。ナスビは最近ちょっと克服できてますけど、あ,のあと納豆も嫌い。い、う、ま、ん、だに嫌いですよ、はい。で、別に嫌いな食べ物があってもいいと僕は思う。 けどどうですかここでそもそもその食材でしか得られない栄養素ってあんまりないと思うんですね。タンパク質やったらいっぱいあるし、ビタミン C でもビタミン D もいっぱいあるわけじゃないですか。いっぱいあるとしか言わなへんけど、僕栄養士じゃないからね。ニ、ね、人参でしか得られないす、ね、のあの栄養素ってないでしょ。しいたけでしか得られない栄養素ないでしょ。僕はねしめじも食べるし、えのきも食べる。松茸なんか大好物なんですよ。すいません。 あのちょっと高くついて申し訳ないけど、あの何、ー、というか、とにかくその食べ物でしか栄養素が得られないってことないんだから、ね、選択肢は無数にあるんだから、その選択肢から選んだらええんじゃないと思うんですよ。生き方だってそうですいい。いい大学に行くことだけが人生じゃない。他にも選択肢があるんだから、そういうことを示してもらって、自分で選べたらよかったんですね。よかったんだけど 絶対食べなあかんみたいにされたから僕は嫌いになったし食事の時間が楽しくなくなった、うん、し何て言うかねそれによって、うん、そうやなこれが自己否定にどうつながるのかっていうのもやっぱこれ、ね、嫌いな食べ物を押し付けられることで自分が嫌いという感情を発してはいけないんだってことねこれもその泣い,てもいい泣いてはいけないってことと怒ってはいけないってことにつながってくる感じたまま表現してはいけないんだってことね、うん、なので 嫌いな食べ物があってもいいよと僕は思います。これはもうご家庭の方針なんでね、僕自身は多かったので、特にその思いは強いです。はい、21個目。みんなと仲良くしなくていいよ。どうでしょうか最近の学校では、みんなと仲良くっていうのは、なんでしょう、黒板の上の方にね、標語として貼ってる学校っていうのはあるんでしょうかねどうでしょうか 少なくなななくってきたんじゃないかなうん最近ね、みんなと仲良くっていうことがね、弊害が多いってことがいろんなところで言われているんで。ねそもそも大人でもできないやん、これお。大人でもできないことをなんで子供に押し付けるのって話じゃないえ、あなたはすべての人と仲良くできますかいや、僕できないよ。僕は分かりやすいし、僕は会わない人とはもう会わないって決めてる。それを、たとえお客さんでもです。 お客さんでも、ね、うちらはこういう方針でやってて、それに合わないんであれば申し訳ないけど大会いただくという,うにしてますでそう。そうしないとお互い不幸なんで、合わないなと思いながら一緒にいるのってね、誰も幸せにならないんですよ。うん。なので僕はこ、僕はこういうことを求めている。自分がどういう人間で何が好きか何が嫌いか常に発信している。だから、もともと合わないなって人は寄ってくることは少なくなった。 少なくなったけど、それでもあるんですよ。それでもある。その時はちゃんと説明する。僕はこういう人間であり、こういう方針でやってる。一回ありましたよの、関西弁で話す,話すのが合わへんっていう子もいましたよ。いや、じゃなくて、関西弁で話すことでこうリラックスする雰囲気を作ってるんだと。 ね、関西弁が理解できないって分かるんですよ。関西弁を使うのは教師としてアルマジックみたいなこと言われたことあるんですよ。いや、それは、そういう風に感じるのはあなたの自由ですけど、僕,僕らはそういう風に考えてないから、もしかしたら合わないかもしれませんねっていうふうに伝えました。でその人はやめましたけど、で、大人でもできない、みんなと仲良く。でみんなと仲良くではなくて、ね、みんなと仲良くすることはできないことを前提で、どうやったらお互いが気持ちいい、気持ちいい距離感で付き合えるのかっていうことだと思うんですよ。 あのみんなと仲良くしなさいっていうよりも、なんか、すみません、いい言葉があった、ちょっと、ゆるめる子育て見てみますね。ゆるめる子育てで、ね、書いたんですよね。みんなと仲良く、ゆるめる子育て、すよね今ちょっとマイク遠かったけど、うん、みんなと仲良く、これ、ゆるめる子育てに書いてるどっかに何ページやったかな。みんなと仲良く、あ、そうやな。あ,あった。誰とでも仲良くするべきじゃなくて、まあ、みんなと仲良くしなくていい。 そんんんななななに工夫ししててかったすいません <laughs> みんなと仲良くしなくていい、まあ、ここでどんなことを書いてるかというとえーねうんどこやろ120ページなあったな、うん、苦手な相手を尊重した関わり方を教えるこれよね嫌いな気持ちに蓋をするのではなく嫌いなことを認めた上でどのように付き合っていくかを見つけることが社会で生きていくために大事なのです、まあ、いいこと言ってるよ自分と合わない人から離れてもいいし嫌いな人と無理して遊ばなくてもいいのです だからといって相手のことを無視したりお前のこと嫌いやと面と向かって言葉にすると相手は傷ついてしまいます仕返しされれば自分も傷ついてしまいます、ね 子供を守るために、自分を守るためにも、じみんなが気分よく過ごせる環境作りを子供に考えさせることが大事ですね。確かにその通りね。みんなと仲良くしなさいと思って、お互いが思っていることを言い合えないではなくて、お互いに思っていることを言い合うんだけどそ、その上でね、どうやって価値観も違う、考えも違う、その中でどうやってこの時間を過ごす、どうやって同じ環境を過ごすっていうことを考えるっていうこと、対話するっていうことが大事だよね。そっちの方がいいよね。みんなと仲良くしなさいっていうことを押しつけるんじゃなくて、 お互い意見を言い合いながら、えー、対,立し対,立こと対立したい、喧嘩することもね、体験しながらね、お互いが気分よく過ごせる環境作りを一緒に考えることが大事だよねってこと。ね、みんなと仲良くしなさいって言われたら、本当は自分はこう言いたいのに、こうやりたいのにっていう、その気持ちを抑圧してしまうじゃないですか。なので自己否定につながるってことですね。ここではね。はい。22。笑いたい時に笑ったらいいよ。これねー、僕は本当にそうしたかった。でもね、やっぱりねー、 できなかったんだよ、ね、やっぱ嫌われたくなかったから好かれたかったからみんなとねみんなの気分を良くすることで友達ができると思ってたから少しでも友達の機嫌を取らないとって友達の気分を良くすることが僕の仕事なんだ友達を笑わせないと僕は捨てられるんだそう思って中学高校を過ごしてきたから。 スポーツがうまかったら、それだけでね、自分の役割とか、ポジションが作れる。でも、僕はスポーツ下手くそセだったし、ね、えー、イケメンでもなかったから、笑わせないと,喜ぶことをさせな、喜ぶこと、喜ぶこと、しないと、喜ばせないとね、えー、自分は嫌われるんだと思ってた。だから、少しでも明るい気分に、少しでも、えー、笑わせようと、ど努力してた。ピエロですよ。ピエロ。うん。 で、そうなると、やっぱり、笑いたくないときに笑うし、自分が面白くないとき、面白くないことも情報として学ばないとってなるわけでしょ吉本新喜、嫌いでしたよ、当時は。ああいうのね、予約録画して見てましたわ。うちのキャプテンが見てたから。ねそういうことです。で、笑いたいときに笑うって、最も苦しいことだと思うんですけど、どうでしょうか最も,もと言えへんけど、人生で5つ苦しいことがあったとし,たあったとして、その1つだと思うんですね。笑いたいときに笑えない。どうですか これ笑笑いたい時に笑ったたにっらあかん、ね、つまり、笑いたくない時に笑わないといけないってことですよ。逆に言ったら。笑いたくない時に笑わないといけないってことを強制させられるっていうのは、これ人生で最も苦しいことの一つなんじゃないかなって僕は思うんですけど、心から笑いたい時に笑う。ね、自分が楽しいことを楽しいって言う。好きなことを好きって言う。そういうことが僕はすごく、えー、そういうふうな自分の気持ちに、 え正直に生きていってほしいなって子供には思うんですね。もちろんその中でね、折り合いがつかないこと、他人と衝突することはあるけど、それも対話で解決していく。そういう力をは育んであげたいなって僕は思う。ね。笑いたい時に笑ったらいいよって。ね。笑いたくない時は無理しな,理しなくていいし、休んでもいいし、しんどい時にはしんどそうな顔してもいいよって。ね、そういうふうに僕は伝えてあげたいなと思います。はい。じゃあまとめましょうか。今日は 子供の自己否定をなくす言葉を22個紹介しましたということでね、えー、自己肯定感を高めるためには自己否定子供の中に植え付けられた自己否定の種をもうこう根こそぎこう、ね、緩めていくということというかもう引っこ抜くというか ねえー、そう思わなくてもいいよっていうような形でね、緩めるってことがすごく大事なんかなと思ってます人、人間関係であったり友達との関係もしかしたら親から言われたあのセリフが、ね、子供の中で、えー、完璧にしないといけないんじゃないかとか人に聞いてはいけないんじゃないかっていうふうに、えー、縛っている可能性もあるのでそういうことを緩めてあげることが僕は大事なんかなとそうすることで子供本来の力をはが発揮できるようになる、えー、その子らしさが、えー がね、えー、見られるようになるんじゃないかなと思ってます。 はいじゃあ、具体的にど,どんな言葉をかけたらいいのかっていうのは、もうこれね、ずっとバーンってこ出してる通り、これですよ。もう泣いてもいいよと、感じたまま感じていいよってことであったり、寄り道も許してあげましょうよ。ね、人と違ってもいいし、えー、好き嫌いがあってもいい、嫌いな人がいてもいいし、わからないということもライフスキューですよ、ね。失敗すること、間違えながらね、えー、いろんなことを学んでいく。そして、どっちがいいのかなって自分で選んで自分で決める。ぼーっとしていいよ。これあったよね。 デフォルトモードネットワークを稼働させてるんだと思いましょう。そういうことですよ。あのー、学校で学んだことを、ね、整理してるんです。ぼーっとしてるときにね、子供のペースで、別に早くしなくていいし、早くしないために、えー、スケジュールに余白を与える、ね。泣いてもいいし、イライラしてもいいし、学校を休むという選択肢を子供に与える。嫌ということ。嫌ということが分かったんだったらやめてもいいし、ね、別にみんなと仲良くしなくていいし、心から笑えるときに笑ったらいいよと。 ね、しんどいときに笑わなくていいよと、そういうメッセージをね僕は子供に伝えてあげたいと思います。えー、どうでしょうか。今日の配信聞いて何かしら共感できるポイント、参考になるポイントがあれば、高評価ボタンを押していただいたら嬉しいです。この番組では親も子も楽になるゆるめる子育てをえ紹介しています。えー、よければ、ぜひ今からすぐチャンネル登録ボタンをポチッと押していただいたら大変励みになりますので、よろしくお願いします。であと僕は公式もやっ ててるしあのボイシーってね、えー、毎日ラジオ、毎日ラジオそれは5分とかあ、5分は短いな、10分とかにから20分ぐらいのね、えー、短尺のラジオ放送毎日やってます。そのおすすめの放送もね公式 LINE の URL も概要欄に貼り付けてます。 で今日の,、ね、この配信中にも紹介した親も子も楽になる緩める子育て子供の中にあるこうしないといけない親の中にあるそういう見えない鎖を緩めるための方法を52個紹介していますのでぜひそちらも合わせて読んでくださいはい、ということで今日はこんな感じでしょうか I am a star, you are a star 自ら輝けば世界は銀ギ,ギラ銀に輝くワンダフーな一日をお過ごしくださいバイバーイ お腹すいたなあでも今日はねカレーライスですよ。楽しみだよ。